じゃあ、始めていこっか。はい、今日もお願いします。うん、手間しばっちり。その調査も今日も気合い入ってるね。自分の声がどう響くのかしっかりイメージしながら歌えてるみたいだ。みんなと決めたんだ。みんなで頑張ろう。ここからがスタートだって。それならサードイベントやタイガさんと戦った時のあの時の感覚で。小雨ちゃんの歌声、乗ってきた感じがする。それじゃあ、こっちも頑張ろっか、アキト君。はい、よろしくお願いします。オッケー、行くよ。力強い歌だ。こちらも負けていられないな。そうね、私たちも始めましょうか。いい？ねえ、今日も手伝ってもらえるかしら。もちろん。今から二人の歌をよく聞いて、力の入れ方や抜き方を考えながら歌ってみて。はい、やってみます。では二人ともよろしく頼む。よし、頑張ろうな。やっぱミクの歌に押されちゃうな。でもまだまだ。ミク、もう一回お願い。そう来なくちゃ。いくらでも付き合うよ。すごく気合入ってるな、みんな。考えても仕方ない。今はとにかく集中しよう。私ももっと。お疲れ様。さすがに歌に疲れが見えてきたね。うん、そろそろ練習はお開きにしようか。遅い時間になってきたし、ご家族を心配させちゃうとどうかな。そうっすね。もうこんな時間だったんだ。急いで帰らないと。でも、練習し足りないな。小羽、無理は禁物だよ。何事もやりすぎは良くないからね。そうそう、体を休めることも練習のうちだよ。はい、わかりました。ではメイコさん、今日もお店を貸していただいてありがとうございました。いいのよ、気にしないで。また明日もよろしくお願いします。ん？あれ、トウヤ？どうしたの？ああ、実は今相馬さん、遠野さんの相棒である人から連絡が来たんだが。
相馬さんってどんな人なんだろう。もう、そういやお前らまだ会ったことなかったか。うん、なんだかんだで都合つかなくて、新田と一緒にお見舞いに行く機会もなかったからさ。どんな人か。そうだな、相馬さんはとても気さくで話しやすくて、それに音楽を愛している人だ。きっと二人とも気が合うんじゃないかと思う。そうなんだ、よかった。突然ついてきちゃったから大丈夫かなって思ってたけど、楽しみだな。だね。あとは新たな話も聞けるといいな。相馬さんなら連絡がつくかもしれないし。うん、早く会って話したいね。ラッドウィーケンドは超えられないか。でも仕方ないよね。それだけ私たちとおじさんには力の差があったから。ああ、気にしていても仕方がない。行こう。はぁ、あ、外れの方まで来たら、やっとチラチラ見られなくなったね。よっぽど、タイガさんとの勝負が噂になってるみたいだな。あれ？あ、みんな、あそこに！コウタロウ。
光太郎。おい、見た。え？アキト、それにお前らも。あの日以来だな。ああ。メッセージ見てくれたか？いや、返そうとは思ったんだけど、スマホが壊れちまってよ。そうか。悪い、急いでるから。待て、お前に話しておきたいことがある。え？あの後、父さんが来てラダーやナギさんのこと全部話してくれたんだ。ラトウィーケンドの裏で会ったこと、それからあのイベントにどんな思いがあったのかを。その話を聞いて、ここで折れてる場合じゃないって思った。だから孝太郎にもその話を聞いてほしいんだ。あ、ラッドウィーケンドのことはそれを聞いてから判断してくれないだろうか。お願いします。俺はもうこれ以上お前らのすまねえ。孝太郎！くそ。見た。あいつらに話を聞いてもらうには、どうすりゃいいんだ。それにもしもいつかタイガさんを超えることができても、ラッドウィーケンドを超えられる。イメージが湧かねえ。もしかしたら、タイガさんは、身の丈に合わねえ夢は見るなって言いたかったのかもな。私たちが、私たちがもっと力をつけて本当にラッドウィーケンドを超えられるかもってまたみんなに思ってもらうことができたら、そうしたら戻ってきてもらえないかな。私も小羽と同感だって。あの日手も足も出なかったのは私たちも同じでしょ。そんな私たちがタイガおじさんくらいに実力をつけたら、きっとラッドウィーケンドを超えるのは不可能なんかじゃない。あの壁は超えられるって思ってもらえると思うんだ。そうだな。それができたらチャンスはある。ラッドウィーケンドは必ず超える。それはあいつらと一緒にだ。だが今の俺たちじゃ何言ったって説得力なんかね。口で言うだけなら簡単だって思われるだけだ。あ、どれだけ時間がかかってもいい。力をつけてもう一度信じてもらおう。ラッドウィーケンドを超えるために。おっと、間もなく相馬さんとの約束の時間だ。急ごう。ああ
すみません、遅くなってしまって。お、青柳くん、いらっしゃい。ごめんな、急に呼び出しちゃって。いえ、ご無沙汰しています。こちら、よかったら召し上がってください。つまらないものですが。相変わらず律儀だな。俺から呼び出したんだから別にいいのに。でも嬉しいよ。サンキューな。はじめまして、トウヤたちと同じチームで活動してる白石アンです。あ、私はあずさわ小羽です。あ、わざわざ来てくれてありがとう。もう新田や青柳くんから聞いて知ってるとは思うけど、俺は宮田相馬、よろしくな。青柳くんから二人も一緒だって連絡もらってテンション上がったよ。一度会ってみたかったからさ。いえいえ、私たちもお会いできて嬉しいです。それにしても、私に聞いた通り、新田と全然タイプ違いますね。こう、新田がクールな感じなんで、そういう人かなって思ってました。確かにタイプは違うな。でも想像してみなよ、あいつみたいなのが二人もいたら大変じゃないか。え、それは確かにそうかも。この人が遠野さんの相棒なんだ。青柳くんたちが言ってた通り、明るくて話しやすい人だな。あ、そういえば青柳くん、こないだ送った曲、よくなかったか？はい、曲構成が挑戦的で、とても興味深かったです。だよな、俺もあんな構成の曲聞いたことなかったからビビったよ。はい、あれから何度も聞き直してしまって。一つ聞いてもいいですか？ん？どうしたの？白石さん。東野と相馬さんって、いつからそんなに仲良くなったんですか？え？ああ、そうか。青柳くん、みんなに話してなかったんだな。ああ、そうですね、秘密にしようと言われていたので。秘密？うん、まあいろいろあって、実は一時期青柳くんにはトラックメイクを教えてたんだ。トラックメイクを？今回のイベントにというわけではないんだが、実はトラックを作ってきたんだ。トウヤが最近忙しそうだったのって、やっぱこの作曲のためだったの？いや、実は作曲の件で、ある人に相談に乗ってもらっていたんだ。このトラックを作れたのは、その人のおかげだ。ああ、相談に乗ってもらった人って相馬さんだったのか。まあ相談って言っても、俺が青柳くんに教えられるようなことなんてほとんどなかったんだけどさ。ってごめん、話がそれちゃったな。そろそろ本題に入ろうか。本題？うん。みんなをここに呼んだのは、新たなことで少し話がしたかったからなんだ。ちょっと前にあいつが来たんだよ。それがかなり暗い顔でさ、みんなに何があったのか聞かせてもらった。なんていうか、かなり大変なことになってるみたいだな。はい。あの、相馬さん、遠野は今どこにいるんですか？
連絡はしてみたんですけど、返事がなくて。そっか。ったく、薄情なやつだよな。みんなにくらい挨拶してけってんだよ。挨拶って…あいつはもう、この町にいないんだ。よし、結構できてきたな。曲、だいぶ良くなってきたな。音のバランスの取り方も結構コツつかめてきたし。じゃあ、今日はもう一頑張りしてっと。ソーマ、いる？うわ、あっぶねえ。曲作ってるところ、見られてないよな。おい、新た、びっくりすんだろ。来る前に連絡しろって。ごめん。ちょっと、話したいことがあってさ。なんか、暗くないか？何かあったのか？ごめん、俺はラッドウィーケンドを超えるのは諦めるよ。え、急に何言って。何があったんだ？タイガさんと勝負してきた。自分の実力不足を痛感したよ。この先どんなに努力したとしてもああは歌えない。それにそれだけじゃない。あのイベントはラッドウィーケンドは病気になったナギさんの最後を飾るイベントだったんだ。え？ナギさんの最後？そんな、嘘だろ。だって、ナギさんは海外に。俺も最初は信じられなかった。だけど、本当だよ。タイガさんの口から聞いた。確かに。あの夜の暑さは異常だった。わけがわからなくなるくらい高ぶってるのに、今とんでもないものを見てるってわかるくらい。そうか。あの中心には、みんなの、ナギさんへの思いがあったのか。だけど、新た、お前の話は分かった。あのタイガさんたちがやった、ナギさんの最後を飾るイベントなんて、そう簡単に超えられるはずがない。でも、一つ聞かせてくれ。お前は、それを聞いたからって素直に諦めるやつじゃない。むしろ、できないって言われるほど燃えるたちだ。そんなお前が諦めるってことは、他にも何かあったんじゃないか。何か。ああ。別に、何もなかったよ。
とにかく俺はもうこの夢から降りるよ。しばらくはこの町から離れて考えてみる。これからの俺の生き方を。新た、待っ、そっか。そんなことがあったんですね。ああ、結局それから連絡もつかなくてさ。まったく困ったやつだよな。相馬さん、そういったわけでみんなに来てもらったんだ。新たに何があったのか知ってるんだろ？教えてくれないか？それは。なあ新た、お前はお前のために歌ってんじゃねえか？お前は相棒の夢を背負ってるわけじゃねえ。相馬を失った、その痛みに耐えきれねえから相馬の夢にすがって歌ってる。結局俺は言えなかったんだ。あんたに何て言われても俺はあいつの夢を背負ってるって言えなかった。遠野さんは相馬さんの夢を。でもそれを私たちが話すのは。そうか、やっぱり何かあったんだな。ごめん、今のなし。今の質問なかったことにしてくれ。え、でも本当は俺も分かってんだ。新たが隠したことは直接あいつに聞くべきだって。だからこれ以上あいつのことは聞かないよ。すみません。いいって。それに今日は青柳くんたちの顔が見れただけでも収穫だったしな。え？新たが死にそうな顔してたからな。そっちは大丈夫かなって気になってたんだ。だけど心配いらなさそうだ。その顔まだ諦めてないんだろ。はい、まだ諦めてません。俺たちは何があってもラッドウィーケンドを超えたい。そっか、みんな強いんだな。いえ、そんなことないです。私たちもすごくショックで、でもどうしても諦められない理由ができたので。理由？はい、ちょっと長い話になるんですけど。次の世代、ナギさんはそんな風に考えてたのか。はい、だから私はナギさんが信じてくれてたように、絶対ラッドウィーケンドを超えてナギさんたちの夢の先に行きたいんです。なるほどな。君たちのこともナギさんのことも知れてよかったよ。新たのことは残念だけど、でもこれでいいのかもしれないな。あいつはずっと俺のために頑張ってくれてたからな。これであいつが自由になれるなら。あ、
ああ、悪い。なんかしんみりしちゃったな。頑張れよ。はい。あの、今日は遠野さんのこと教えてくれてありがとうございました。ううん、こっちこそ。ナギさんたちの話を聞かせてくれてありがとな。じゃあ、そろそろ暗くなりそうだし、気をつけて帰ってな。はい、では失礼します。本当に強い子たちだな。青柳くんに謝り損ねちゃったな。せっかく手伝ってもらったのにごめんなって。この曲はもうあいつに歌ってもらえないんだな。話聞けてよかったね。ああ、だが遠野さんはこの町に来ることもなくなってしまうかもしれないな。このままでいいのかな。今私たちは力をつけることしかできなくて、それなのにいい方法も見つけられてなくて。そうだ、正直どん詰まりだが、でもそうなら今までより何倍もやるしかねえ。がむしゃらにやってこの道は前に通じてるって、そう信じるしかねえんだ。よね、今日だけでもいろんなことあったし。ねえ、今は少し息抜きしない？甘いものとか食べてさ。だな、そうするか。こんばんは、メイコさん。なんか元気がないみたいだね。みんな今日はソーマさんの病室に行ってたんでしょ。どんな話したの？新たのことを話してきたんだ。ソーマさんの話だと、そう、もう町から出てしまったなんて残念ね。うん、なんだか寂しいね。せっかくみんないいチームになれたと思ったのに。いいチーム。悔しいな。え？なんていうか。
通り、私も遠野さんたちといいチームになってきてるって思ってたから。みんなでずっと一生懸命やってきて、サードイベントみたいないいイベントもできた。遠野さんたちと一緒ならきっとラッドウィーケンドを超えられるってそう思ってた。それなのに私、あの時何もできなかった。足から力が抜けてもう何もできないって思っちゃったの。でもあの時、もしも諦めなかったら、もっとちゃんと歌えてたら、そしたら何か変えられてたのかなって。もしかして誰かの気持ちをつなぎ止めることが少しはできたのかもしれないって。小羽、タイガさんは世界で歌ってるすごい人で、だからああいう結果になるのは当たり前かもしれないけど、でもやっぱり思っちゃうの。悔しい。あの時もっと何かできてたんじゃないかって。こんなこと今さら考えてもどうにもならないのに。そっか、小羽は本当に変わったね。え？変わった？うん、変わったよ。あんなにおどおどしてた小羽が悔しいって言い出すなんてね。え？昔の小羽だったら言わなかったと思うよ。タイガさんみたいな人に負けて悔しいって。あ、きっと小羽は、あの街で歌を始めて、いろんな人と競ったり、認めてもらったりして、自分の歌でできることがあるって、思えるようになったんだ。小羽には、シンガーとしてのプライドが生まれてたんだよ。シンガーとしての、プライド。うん。歌うことに本気だから、今より少しでも前に進みたいから、だから悔しいって思うんじゃないかな。その思いは絶対に手放しちゃダメだよ。その悔しさがきっと小羽を支えて前に進む道を見つけてくれるから。ええ、リクの言う通りだと思うわ。タイガさんとの一件で失ってしまったものが、たくさんあると思うわ。でも、そういう時こそ立ち止まって、今持っているものに目を向けてみてもいいんじゃないかしら。あなたたちが、失ってしまったものよりも、掴んできたものの方が、ずっと多いはずだから。掴んできたものか。確かに。以前までの俺は、自分の気持ちさえよくわかっていなかった。だが。新しい夢と出会い、父さんと向き合って、自分の気持ちを言葉にできるようになった。今では、大事な思いを見つけて曲に込めることも、
まだ少しではあるが、身についてきたと思う。そうだな。俺も、昔はなんつうか、自分のことでいっぱいいっぱいだった。それで、周りが見えなくなっちまうこともあったが、でも今は、前より視野が広がった気がする。おかげで、周りが見えなくなることも前よりなくなった。頼もしい奴らが周りにいるって、そう思えるようになったからかもしれねえな。私は、最高の相棒と、最高の仲間に出会えた。仲間ができたから、今まで感じたことのない気持ちを、感じることができた。それから、みんなのおかげで、私はここまで来れて、ここに立ててるって思う。みんな本当にいろんなものを掴んできたよね。そうだ。私もこれまでいろんなものを見つけてきた。でもそれは私だけの力じゃない。おかげだね。ミクちゃんたちと、シノノメくん、青柳くん、アンちゃん。みんながいたから、今の私があるんだって思う。いつもみんなが隣にいて、見守ってくれたから、一緒に走ってくれたから、ここまで来れたんだって思う。それは私も同じだよ、コハネ。ま、そうだな。あの日お前らと会ってなきゃ、今の俺たちはなかっただろうしな。あ、それから、ケンさんや、仲間になってくれたみんな。それに。町の人たち、ラッドウィーケンドを残してくれたナギさんと。鍛えたら、このジョーちゃんの歌がどうなるのか、ちょっとばかり興味が湧いた。ラッドウィーケンドをイメージしに来たんだろ。なら立つべきは観客席じゃなく、あっちだ。ばあさん、こいつらステージに上げていいだろ。ジョーちゃん、いい歌だ。タイガさんも。そうだ、タイガさんは歌うために大切なことも、ラッドウィーケンドを超える厳しさも教えてくれた。タイガさんは私の先生だった。だから、いろんな気持ちがある。ありがとうって気持ちも、悔しいって気持ちも、それなら、私は、